リオンメイン動画で今日の動画は購入品紹介ということで紹介をしていきたいと思います。まあ今日の購入品はダイソーで買ったものをご紹介したいと思います。まず紹介するのは、まあ料理動画をする上で必要な大さじ小さじを買いました。まあね、私基本的大雑把なのでこれが必要になるか、まあいまいち微妙なところなんですけどもね、こいつを使いたいと思います。これが1個目と、2個目が泡立てネットのミニを買いました。ダンダラ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 ン、泡立てネットを買いました。意外とねこれ使う料理をね作りたいと思います。で3つ目が、なんだったっけかな、ボディシートキキララちゃんバージョンを買いました。まあ8月23日に婚活に行くって言ったかもしんないんですけど、言ったかはもうもはやもう忘れたんですけど、予定では仕事が終わってから行く予定なので、特に夏場でベタベタして行きたくないので、これでね嗅いで行きたい、拭いてからね行きたいと思って買いました。あとこいつですね、ピーナッツ&チョコ&ピーナッツを買いました。パンに塗りたくるやつですね、塗りたくるやつを買いました。ねえ、なんで今思えばなんでチョコとピーナッツだったのか、チョコ&チョコでもよかったんじゃないかなって思ったんですけど、もはや今更なんですけど買いました。まあどっちも好きなんでまあ問題はないんですけど、これとこんな感じでね、7月中に買ったものをご紹介。あとこういった自由組み立て自由自在重ね小物スタンドを買いました。これはまあペンとかベース系をね立ててね、これ普段メイクのものを入れとくやつなんですけど、まあ今まで使ってた筆入れのやつがね、まあ、こんな状態なので、で新たに買いました。まあ全部入り、もしかすると筆もあれに入るかもしれないので、まあ入れてみないと何とも言えないんですけども、これで7月中に買ったものは終わって、今日買ってきたものはカチューシャですね。カチューシャ外しながら君が海に振り返って、まあこれいつ使うかっていうと、私が普段家にいる時にこうやっていたり、まあ顔洗う時とか、まあ家にいる時に私がいつもこういう感じでいるので必須アイテムですね、私のね。すんごいね、まあどの動画で前髪伸ばすって言ったじゃないですか。今ねまあ見てわかると思うんですけど、すんごいね目にかかる状態なので、もう今すぐねこうバッサリ行きたいんですけど、すんごいだな。
もう切ろっかな。前髪切りたい。超邪魔。もうね、まあサブちゃんかメインの動画で私が前髪が短くなってたら、あ、耐えられなかった、邪魔だったんだなと思ってください。すごい今の段階で超邪魔だから前髪って。意外とさ、ストレートすぎて邪魔なんだよね。まあさ、ある意味さ、まあ髪の毛の話になっちゃうんですけど、まあストレート、テンパーとかの人はさ、ストレートの方がいいって言うじゃないですか。逆に私はストレートすぎて邪魔なんですよね。ストレートの人って、こう伸びたらこう、こう、テトリスが落ちるみたいにストーンって落ちるんですけど、うねうね、テンパーの人はこう、ギザ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 してるじゃないですか。なんか、こう、かき、時にいい感じに癖続くんですけど、ね、本当にね、邪魔、本当に邪魔。前髪こうさ、こうさ、耳に引っ掛けられるまでに行くまでが大変なんだよね。邪魔だし、ピントがないとき本当最悪、邪魔、切りたい。もうぶっちゃけるとっていうぐらい超邪魔なんですよ。次はこいつですね。まあ、キッチンタイマーですね。リンゴちゃんにしました。リンゴちゃんはいつ使うかっていうと、こういうねパックの時に使うんですよ。私は一番、まあ、取ったパックはザ・キュアのパックだったんですけど、まあパックはどうでもいいや。なぜこいつが必要かっていうと、パックの裏に15分から20分とかっていう時にこれで測っておくとね、時間になったらピピピピピピしてくれるので楽なんですよ。まあ、携帯だとさ、いちいち開く手間がかかるけど、これだとさ、他にさ、くっつけとけばさ、楽やん。なので買いました。これと、あともう食べちゃったんですけど、あとサブちゃんの、あの、煮魚、リオンズキッチン2、第2弾目の動画でね、そのね、ご飯が出てきますので、そこでご飯を食べちゃったので、ないです。最後は、脱毛テープを買いました。なぜ脱毛が必要かっていうと、この、まあね、必要ないところをお見せしたんですが、よくね、近づいてみるとね、腕毛、足毛が、すごくて、もうね、すごいんですよ。わっさーってなってるんですよ。私、毛が。それで、ね、脱毛しようかと思って、まあね、脱毛テープを使ってるところは、ね、サブちゃんのね、毎日、7月29日から8月29日ぐらいまで、ね、毎日投稿してるので、その動画のどこかで出てくると思いますので、まあね、気になった方はサブちゃんを見てみてください。まあいつやるかはまだ決まってないんで何とも言えないんですけど、なんか今日なんかクリームタイプのやつもあったので、クリームタイプも買ってね、脱毛したいと思います。こんな感じで終わりたいと思います。